こんにちは、道場六三郎です。どうぞよろしく。どうぞ。鶏もも照り焼き道場六三郎。これはね、スーパーに売ってたのね。514円っていう。先生が買ってきたんですか、これ。買ってきたの、今日。いや、ここないだろう。なかったでしょ、はい、買ってきてよかったここに来る前に買ってきたんですか。そう、来る道でね、スーパーで。これちょっと鮭で洗ってくれ。今回は国産ですか、それ。え、これで国産ですね。これ、ここは国産、はい、うん、これね、はい、汚れ取ったりあれする鮭で、まあ、洗っておきましょう。日本酒で洗ってるんですか、うん、はい、いまして、はい、でフライパン、はい、皮目をね、だけ焼くの、パリッと、うん、で皮目だけ上手に焼いて焼くと後が仕事が楽だから、はい、温度でね、はい、例えばこれ煮込む温度、やっぱり60度、70度っていうのが取り締まらないね。なるほど、うん、低温調理が多くなってる、うん、ああ、火が強かった、はい、うん、火が強かった。これすごいな。今火がちょっと強かったからこうなった。もうちょっと中火でね。はい。やで、鶏というのはもも肉というのはね、こう一つ、でここ二つ、こういうふうに切るの。こういう三つ。この鶏どこの鶏？国産としか書いてない。国産だけど。これ以上多分わからないんじゃないですか、ね。ああ、わかんないですか。今度は身ですね、うん、はい、あ、うちの火は家庭の火よりも強いからね。これでね、はい、うちの魚だれ、はい、これは六三と秘伝の魚だれに入っちゃいましたが、そう、これ、家庭だと、ね、鮭4、みりんに、はい、幸口醤油1の煮詰めて作った、はい、それに砂糖をね、はい、ちょっと人によってですか、砂糖をちょっと加減する人がいます、はい、じゃあご家庭ではそれで代用してくださいということですね、うんうん、これもね、あれでいこうぜ、低温で、うん、ほんと柔らかいから低温調理。低温に先ほどのあれ見せられたな。よし、はい。なるほど、そこにもう入れてしまって。うん、これも20分くらいでいいよ。はい、何度で20分ですか。うん、60度。30分くらいしよう、30分。60度で、30分蒸していきます。さあ、鶏もも低温調理、来ました。うん、これ何分何度でしたっけ。これも60度で、あ、これを照り焼きだからね、これを、はい、あれくれる、はい、お汁だけを詰める。今炊いたタレを詰めて、ね、これだって照りがないから照り焼きっていう名前だから、はい、照りをちょっと出したいんだ。これ詰めて60度で30分。30分やったらいいですね、うん、いい感じですか。ええ、
これ昔も言った、最初から手あれしますとね、硬くってね、はい、うまくないのね。やっぱ柔らかさが大事。柔らか、僕、柔らかくないとね。はい、よし。合わせて今お砂糖ですか。お砂糖とね、はい、たまりをちょっと。たまり醤油。うん、ちょっと入れて、味を調節してるのあったら、あ、さ、これもうこう放り込んでくれ。あ、放り込む、はい。いい感じですね、はぁ、美山椒好きなんだよね。さらに、わあ、天盛り、すごい、高級に急になりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、なっちゃんね。はい、ありがとうございます。鶏の照り焼きにはちょっと見えない。ね、なんか。上品なお姿ですね。やっぱりでも山椒がね、好きだもんね。タレつけて。はい。これ一個で、ね、いただきます。いただきます。うん。うん。うん。柔らかくて美味しい。うん。うん。あ、やっぱり食べやすいね。肉はそういう温度調整でやったらいいね。低温調理。僕、焼き鳥屋ね、はい、誘われることあるんだけど、はい、硬いんじゃないかと思って、経営陣に、ああ、こういう風なんだったら、うん、うん、実はいかがですか。おいしいね、すごい柔らかい。焼き鳥屋さんより全然柔らかくて、うんうん、やっぱり山椒好きなんですよ、使うのが、うん、山椒がかかってると、すごい道場の味っていう感じがする。おいしい。見た目は照り焼きって感じじゃないですけど、うん、お味はどうなんですか。うん、でも照り焼きです、味は、うん、あ、そうですか、うん、味がいいね、うんうんうん、ご飯のおかずにもなりそうですし、照り焼きよりちょっと、あ、なんだろう、味が薄いでもないですけど、さっぱりしてる、うん、食べて何個でも食べれそう、ちょうどいい、うん、これ以上しつこいとな、うん、あれだから、うん、うん、ご飯なしでもいけるし、ご飯とも食べられる感じ、うん、なるほど、こういうふうにして柔らかくしたものを置いておいて、うん、お客さん来たら、うん、ざーっとやれば、仕上げれば、あ、絡めて最後に、はい、うん、なるほど、なるほど、未来の鉄人目指して一緒に頑張ろう。待ってます。ちょっと待ってください。待ってたらには